クイーンは地図の駒の一種、王妃を表し、王冠の形をしている。初期配置で白黒、角一個しかなく、地図の駒のセットには白黒、角一個しかないことが多いが、最強の駒であることから、ポーンが昇格すると、大抵の場合クイーンになる。そこで、ポーンの昇格に対応できるよう、別に予備のクイーンが角一個ついており、 白黒合わせて四国委員が入っているコマのセットもある。サンスクリットでマントリ、中世ペルシア語でフラゼーンと呼ぶがマントリ、フラゼーンはいずれも大臣内しコマを意味する。アラビア語は初めペルシア語を借用し、形を変えてフィルズ、またはフィルザーンと呼んだが、後に訳してワズイールと呼ぶようになった。ロシア語、ゼーフェルズは前者、ハンガリー語、 ビザー・ベゼールは後者に由来し、フェルズ・ベゼールはフラゼーンと代わり女王の意味を含むようになる。クイーン自体構成に完成したコマで13世紀末西洋において女王と呼ばれた例がある。現在の西洋大部分の言語では貴婦人を意味する語で呼ばれる。本来は非常に弱いコマで斜めに一歩ずつ進むことしかできなかった。 マークルックのメット、シャンチーの死が同様の動きをする。ヨーロッパでも最初は同様の動きをしたが、初手の見立て、横、斜めに2歩進むことができた。現在の動きは15世紀末頃の文献に見えると言う。クイーンの初期配置時ロクイーンは D1、黒クイーンは D8 に配置する。クイーンの動き図1的の駒は取ることができる。図に味方のいるマスには移動できない。 ず、さん、他の駒を飛び越えることはできない。チスの駒6種類のうち最強であり、キングを除いた駒のうち最も価値が高い。この評価は一般的なものであり、絶対的なものではない。チスの局面によって駒の価値は変動する。クイーンは、ルークと共に、大ごとされている。ありがとうございます。